なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報。ハムラから何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。大体弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい。新谷、あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。また、もしもし、フェイスタイム。カイトだ。今、マスガネ組の事務所前に。昨夜の事件現場ってことか。ああ、まだ警察でごった返してる。黒岩ってデカが仕切ってるで。黒岩？谷原。ああ、綾部の上司だっけ。アタック2所だ。その綾部も現場に来てる。ちゃんとデカらしく働いてるよ。それで、また奴からサツの捜査情報なんかが取れるかと思ってな。今からテンダーに誘い出してみる。お前も来られるか。わかった。テンダーだね。あ、もう夜だ。ね。さっきまで明るかったのに。その後、デッカイボを使おう。あ、爆弾魔が続爆魔、僕爆弾魔僕爆弾魔続爆弾魔めっちゃ言いにくいわ。え、声のトーン変わった。あ、しまった、出てしまったから。そっか、ストーリーが進んでしまうのか。確かに朝も好きだね。もっとおしゃべりしたい時間がない。やるのか。ああ、牛あれじゃんね。あの、キムさんの焼肉屋でしょ。あ、違うの。宿場の牛。宿場の牛は違うか。違いますかね。宿場の牛、なんだ。赤牛丸とか。宿場って何？ホテルとかですか？ホテル街か。ホテル街のとこの牛。行き捨て。いきなりステーキじゃないですか？あ、そうだな。いきなりステーキだわ。はい。そこ行こう。ここやな。そこに違いない。うん。わかった。えらいギリギリやな、電話してんの、うん、でもこれを取る余裕はある。大丈夫でしょ、これでしょ。どこにあるんだよはいね、あれこの周り。え、裏のゴミ置き場みたいなのある。ホテル街。ん？いや、これだろうと思うけどね。道端に落ちとったっけ。道端とか、まあ道の隅っことかですかね。だよね。
ホテル街。これはコンビニか。あ、赤牛丸、赤牛丸がある。あーい。なるほど。だから、行き捨てにその、罪をかぶせるわけにいかんと。なるほどね。赤牛丸にしたけど。あ、邪魔くさ。なんだよ。何を重んじろ、お前らは。何これ。時間切っちゃったよ。どこにある？あ、来た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 。うん。もう音がしてるからな。オッケー。引っこ抜く。赤色を引っこ抜く。毎回赤を正解するよね。同じパターンなんで。いい加減にしろよ。スピード入るかな。あ、はは。攻撃力6000もするもんな。うん。なんでバーテンダー受けたっけ。え、アイビーですよね。あ、そう。そうなんですよね。サイドストーリーかませられるともう本筋がわからなくなる、わからんようになるで。うん。本当にやつだから。じゃあ情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。昨夜松金組が撃たれた事件、何か情報は？それがあんまりねえんだよ。大体お前らにも松金組に東ってネタ元はいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよくないか。もし羽村にバレたらあいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ？じゃあ俺はただ酒おごらされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は昨夜から羽村が姿を消してる。知ってたか？わ、知ってますもんね。国の事務所にもずっといねえ。ゼロやね。目下警察でも行方を追ってるとこだ。ゼロへ。うん、ゼロ。それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよ、もう。なら、なんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことで、ただでいい。お、ありがてえ。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあ、そうだな。おう、そもそもの話、教令会はなんで神室町に来てるんだ？わざわざ関西から。そりゃ
東京にも縄張り持ちたいからだろう。東条会と交渉してでも。強霊会はそこまで強い組織なのか。まあ東条会2万5000に比べたら強霊会はせいぜい1000人程度。おまけにカムロ町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。ああ、強霊会は 1,2 年前からカムロ町に出てきたが、すぐ東条会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった。強霊会のバックには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の。そうだ、その梶平系列の仇の会社を強霊会は隠れ蓑にしてた。それが KJ アートだ。ゼネコンってことは政治も絡んでくるかな。梶平は強霊会とどういう関係なんだ。大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を。実は東京進出の野心を持っているのは強霊会じゃなくて、多分梶平の方だ。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。で、その手の話には汚れ仕事がつきものだろう。どういう？地上げとか立ち退かせ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが強霊会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか、貴重な情報ありがとうよ。でも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。それは間違いねえんだぞ。で、政治家とか役人、変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの。さあな。とにかく強霊会がカムロ町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ。もう少し複雑なんだよ。松金組は今どんな様子だ。昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。あんたの目から見て最近のカムロ町はどうなってる。昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。また高層の流れ玉が肩木にも飛んでくるかもってよ。ああ、モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。ああ、それより知ってるか、お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出してな。トレンドを先取り。そうだね、割と通じんだ。特許が街の中でももう通じるね。じゃあそろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。ああ、十分だ。ん、八神に海藤だな。あら、カムロ省素体の黒岩だ。大丈夫だよ。やめよ、今顔隠したけどバレてるやろね。黒岩、お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だからおかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さん、いらしてたんすか。まあ、仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部。そんな、サボるだなんて。じゃあ、俺らはこれで。
なあ、一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。教えてくれよ、八神先生。